やったやの。温泉地マイク大丈夫よ。だやったやの。これめっちゃ動くやん。まあええけどな別に。こんにちは、ホワイトフレームと申します。よろしくお願いします。今日はね、なんかあの15日にご一緒したね、お二方、二組ですかね、偶然にもね。ね、チーム小春の3番手でございます。アンドあの構造組のね、2番手でございます。あのあれ、あのこういつも対抗ライブ言うやんか、これな。稽古組、ま、な、構造組。俺これどいつもあのどっちが勝ったか負けたか知らずに帰ってんけど、私が勝つに決まってる。いや行動さんがなんか89勝いっぱい言うとったね。今日がね、今日90勝目を目指さなあかんな言うたよ。行動さん、ケイロさんに勝てるわけだどう見ても勝たれてどんだけうちの相方強いまあせやな。そうですね、恵子さんですね。そうそう、恵子さんもな、逆らわれへんしな私たちもね、もうね、そうそうそう、あんまりこうやってあんまりあのこの祝日のとかあの日曜日はあんまりライブせえへんけどな、もう次の日しんどいからな。だけどまあ恵子さんのお誘いやね、恵子さんの頼みたいな。出やらしゃあないですね。あ、もう脅しやし、出へんかったらあのねえ、徹君に何よりか分からへんしな。ブツブツ喋ってて早歌う。えいや、もう今日2曲で終わるつもりやねん。何曲か被ってますけどね。そうそうそう、一応あの音ついとギター違うと思ってきたな。いつも手が弾いてんけど、今日はあのこのえ ラグってやつ、ラグってメンバー紹介。あ、ね、うん、あ、この前書いてへんやつや。あ、まあ、ギターは広坊ヤンカイさん。よろしくお願いします。ボーカルは私、吉森美智子です。よろしくお願いします。ひろぼうさんとは年齢が親子ほど離れております。慶応元年生まれのおばあちゃんでございます。125個歳ぐらいほんまですか。何時代かわからないですけど、江戸時代、慶応言うたの。この間違うのよとかな、天保言われた。そうや、天保やな。まあ、何でもいいやろうや、ほんまに。2曲で終わってもらうぜ。懐かしい曲を歌いたいと思います。時をかけるショート、空はうちの海よ、汗った写真のあなたの傍らに飛んでゆく、時をかけるショート、Lord。
この家に明かり灯る頃、こんな時誰かがほらもうじきあの人の来てくれる優しい歌歌ってくれる。なうちらな、この人が生まれる前の曲ばっかりやったんですよ。すごく古い曲、青春時代やってる。僕らのアイドルやった。アイドルやった。ひろこさんもね、浅田美代子さん大ファンだったんですか。ちょっとだけ。ちょっとだけ。まあ可愛いなと思っとったけど、俺アグネスちゃんだからなんだけどな。アグネスちゃんだっけね。言っとったけど、中には合わないな。次の曲はオリジナル曲を歌いたいと思います。19歳の頃に片思いをしていた頃の曲を思い出して作った曲と、2曲目は私高校卒業までは広島に住んでいまして、広島の三好というすごく田舎なんですけど、今日二階生さんですかね、講師さんがね福山出身と確か書いてあったと思うんですけど、福山からするとすごく田舎で、その昔が軍だったところなんですけど、電車が2時間に1本で単線だったんですけど、ひろこさんにすごく私の田舎のことをバカにされるんですよ。いやいや、ひねくれもらえてな。いや、ひねくれてはない。いやいや、この人ひねくれてるしな、なんか周りがひねくれた人ばかりがおるんちゃうかな思ってね。ちょ、今度ちょっと見に行こうかな思って、どんだけひねくれてる人がおるかな。俺なんかもう序の口の序の口しちゃうかな。なんか私 のボキャブラリーがちょっと変わってるってよく指摘を受けるんですけど、この前言葉が出てこなくって、スイカを食べながら足をブラブラさせる場所ってなんて言うんでしたっけって言ったら縁側って言われた。そうそう、それってよく私のあれで分かってくれたなと思って。そんな表現の仕方しかせえへんかな。大変なんですよね。大変ですか。なんか俺の方の相手が大変やと思うみたいけど、実はこっちの方が大変な人なんですよ ね、 ね、ユニット組んで 5年目に入ったところなんですけどね。そう最初は周りの、まあ友達ばっかりのイベントに初めて出た時に、考え直したらどうやねんってね、この人に言う、ね、みんな、ね、言うててね、俺が好きなの55やってんけど、まあ半年ぐらいついたらいいかなって思っとったらね、4年、5年目やね、もうね。早くね。えらいこっちゃ、ほんまな。いいよ。聞いてください。伝えたい気持ちと夢の続き。あなたの優しさに気づいた。
かずに強がってばかり変わったでごめん。失うくらいならば友達で十分だった。
ひとりにかけた恋、愛の言葉を求めて一人一人さまよえば言うけど切ない仕方ない、ああ長崎は今日も雨はどうっと、愛しい愛しの人はどこにどこにいるのか教えてほしい、血の日よ、長崎は今日も雨はどうっと、何年だっけ、60年代かな、分からへん、まあ、生まれてへん時、生まれてへん、俺はまだアバアバ言う。私この曲カバーをね、あの福山さんがされてたので、それで覚えた曲なんですけど、そうそうそうね、まあちょっと福山さんのね、福山君のバージョンにちょっと似てるっていうぐらい、まあどっちかというとちょっとブルースっぽくやりたいなと思ってね、アレンジを変えて。私たちもね、あの選曲すごく悩んで、あのいつもやってる曲にしようかなと思ってたんですけど、やっぱりね、あの2日前にご一緒した方がたくさんいらっしゃるんですね。やってますね。ね。でもまあまあギターを変えてくると。というかあのね、まあいつもテーラー弾いてるんですけどね、弦高高くて痛くてね、一昨日8曲もやったから、ね、最後途中なんかめっちゃ音良かって気持ちを力入れて弾いとったら。伊藤なって最後2曲ぐらいヘロヘロやったから、でもそんな2日で回復するわけもなく、もうこれの方がちょっと原稿を弾こうてもうチャーって弾けるんやけどね、ほんでこれにしたかな、ね、ね、あのお蔵入りしてる曲を出してくるのもちょっとね、あのリスク高いね。そうやな、もう思い出されへんしな、あんねんけどね、一応あのね14、5曲はあんねんけどね、あるんですけどね、なんかあんまりやってへんの曲ってちょっと怖いし、譜面もミントやってるから途中でね、なんか真っ白になったら ね、私も歌詞が飛んだりするし ね、おつじ飛んどったもんな、ね、まあ、要はあれね、飛んでる時はまあハミングしとるからね、誰かさんがね、歌ってもらえるって、うん、ね、俺普通こういう時にね、あのギターやってる方マイクはいないからな、ちょっとわからんとこ俺がなんか歌ったらいいんだけど、コードね、覚えるので手一杯で歌詞まで覚えるわけがない、ね、俺がハミングしたら変やしな、なんかね、ハミング3分の1になるしな、前に流行ったミュージックドラマがあって、
番デカというのがあったんです。皆さんご存知でしょうか。斎藤由貴が主演なんですね。初代がね、斎藤由貴で。そう、斎藤由貴、南野陽子、浅香唯人っていうのね。どれがええか。まあ大体、普通の人はまあね、南野陽子というのだけど。私もですけど。うん、俺はあの斎藤由貴、斎藤由貴個人的には好きじゃないけど、スケバンデカの浅見をさっきをやってる斎藤由貴、多いやんけ。その頃のポニーテールね。そう、ポニーテール、こう尻尾ついてるんですけどね、うん、馬みたいにこう尻尾があってね。で、あの私たちその斎藤由貴さんが歌われていた白い炎という曲があって、それを英語にしてホワイトフレームっていうユニット名にしたんですけどね。ね、よく間違えられるんですよね。ね、今日のね、あのトールさんとかもよく、ね、ホワイトファームとかね。それでホワイトフレームであの枠、白い枠ってないねんとかね。で、某あの富田林のややさんはホワイト下の綴りがなんかホワイトファンってなってね。で、今度出るんですけどね、また間違おうとってね、ホワイルフレームになってね、ホワイトじゃなくなってる、ホワイルになってる。でやね、結局どれでもいいやん。そんなことないもう何でもいいですよ。そんなことない一応ユニット名やからちゃんとちょかんとな。な、一応ね、まあね、今日は覚えていただけたら。ホワイト、ホワイトフレイ、フレイね、炎、炎です。枠ではあります。農場でもありません。クレームでもありません。あんまり言うからみんな農場やったかな思い始めて。そうなん。まあええやん。余計に。余計に。クレーム。クレーム。行きましょうか。最後に聞いてください。白い炎。今日はありがとうございました。ありがとうございました。私、悲しい女の子ですか。無口な女の子ですか。
歌いましょう。じっとしてる広坊やったわ。